ください。もう間もなく久々のこちらの現場に到着です。こっちの現場久しぶりやな。さあ今日もサボりたくるぞ。トイレ行ってトイレ行ってサボりたくったんね。サボらんのやったらあれやな、マジで。よし、タイの匂い、何、俺ちゃんバンなってんの、これバンなってんの、バンですか、俺ちゃん。集合時間余裕で間に合ったな。12時半集合余裕で間に合ったな。昨日の一昨日の現場におった人、また今日もおるかな。今日おりそうやな。どうでしたって言うだろう。いやもう多分直接行ってももう集合してる人が何人かおると思う。たまには時間通りに行っとくわ。たまには社会人としてね、時間通りに、たまには社会人として時間通りにね。ということで、今日多分ね、残業だから、本当は10時まで勤務なんだけど、11時まで残業すると思うので、枠が開けるのは、11時10分15分くらいかな。10分くらいに当てるかな。バイクフリーターじゃねえわ。なりたくもないわ。末端でええわ、こんなもん。6月のご予定はと聞かれてんけど、そんなもん分かるわけないやろ、6月の予定。おっちゃん、手が分かるんやったら日雇い派遣なんかやってねえわ。おにぎりどうやろうな、分かんない。あと休憩中にあのおっさんがおったら喋りかけてくるから配信できへんし、はい、そんな感じでございます。ということでありがとうございました。次はね、23時頃からの配信予定です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたね。お仕事は13時から22時なんですけど、集合が25分前集合で、もう間もなく人が集まってくるので現場入っちゃいます。で、10時までなんですけど、多分今日人が足りないので残業になると思うので、23時まで仕事したら配信は23時10分か15分くらいからになると思います。ただ夕方の、ね、休憩中にもし枠を開けれたらですけど、多分開けれないと思うので、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、もう間もなく現場近くに来ました。バイトリーダーじゃねえわ、バイトリーダーじゃねえわ、なんか見えてる、ね、じゃあもう30分になりますので、現場まだ見えてないですけど現場遠いな、こんな遠かったかな、うん、駅から現場行くまでで足をやられるっていうね、うん、バイク通勤できんのかな、チャリンコ通勤できんのか、バイク通勤もちょっと見てみよう。見に来てくれたね、全国1万2000人のね、俺ちゃんリスナーたち、ありがとうございました、ね、たくさんの招き猫、たくさんの大花火、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということでね、俺ちゃん今日もね、お仕事行ってきます。今日は倉庫です。今日は物流倉庫です。最近物流倉庫ばかりです。コルセンなんかもなんか行く気がなくなりました。ちょっと力仕事も
ちゃしんどい。しんどいのにすでに両足がガクガクで痛いっていう、今日ほんまに仕事できるかな。あ、でもね、外は暑いけど倉庫の中は結構ね涼しいんですよ。中はね、商品あるからある程度涼しいし、はい、ということでね、ちょっと現場ついてきました。じゃあそろそろ、ね、行ってまいります。では皆さんご視聴ください。スポットクーラーではない。あ、マジで。あ、オリちゃん行ってるとこはね、結構ね冷蔵商品が多いから涼しいとこ多いですよ。冷蔵ってほどでもないけど、結構涼しいとこ多い。化粧品とか多いから、ということでね、皆様ご承諾ください。では今日も一日、逆光や、これ今日も一日ご安全に。行ってきます。冷凍倉庫とか行きたいな、これからの時期。じゃあありがとうございました。行ってきます。